はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。今回から第6章です。多分イベントなんて喋んないです。え、あ、いきなり動かせっての。おう、錦山。はるかちゃんはどこで寝てたのかな。見に行きたいな。どうすればいいの。うん、あ、そっか、そうだよね。今日はどうするの。何か新しい手がかりを探さないとな。街に出てみるか。キルちゃんすぐに変なことに巻き込まれちゃうから。任せろ、大丈夫だ。よし、行きましょう。街に出てどうするのかな。はい、チン。よし、どこ行く。ん、なんだ。はい、モグサ。はい、モグサ。今花屋さんのとこで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。はいはいはい、なるほど。西の公園だっけ、西公園だっけ。でも私らに何も話してくれねえんです。花屋に家族が。大昔に別れたのがね。その息子ってのはこの町の不良でして、まあ向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。なるほど。よし、向かいますか。いや、なんかあれだよね、どうす、絡まれた。倒しましょう。まあカットするか迷ってるはいるんですけど、カットせずにやります。よいしょ。あ、はい、おお敵が見えない。よいしょ。うわ、かっこいい、超強いじゃん。よいしょ。雑魚的に苦戦することはだいぶなくなったんじゃないかな。問題はボスだよね。前回の真島の兄さんとかめちゃくちゃ強かったよね。バカ野郎、いらねえよ、つったらもう。お金をよこせ、お金を。能力アップはできませんね、これは。おい、どうした。人助けしましょうか、今回は。弟がここの店のアイス食べたら天を焼けとしたじゃねえか。バカっぽいね。慰謝料は20万だ。お前か、嫌がらせは寄せ。以前あれかな、ハンバーガーショップで助けたやつかな。この反対やろ。よいしょい。キリュウさん超強くね。瞬殺じゃん。でお金もらえるのかな。いいえ、悪いな。お金もらえると知ってて助けたんだ。じゃあ向かいますか。普通に。はい、近くまで来ました。じゃあ早速ね、ストーリーを進めていきましょう。無視無視、敵は無視。公園入ってここでいいのかな。あ、あのトイレの下りはなくなったんだ。
そういえば光ってるところはね、もう一回調べればちゃんと撮れるらしいんですよ。あのなんかそのマップ上で光ってるところなんで、もう一回撮れるかね、光るかちょっと見てみましょう。どこだっけ、動画見てからやるかったな。どこだっけどこだっけな。こっちから行ってなんか光ったのが見え、光らない。どこだっけな、この中、あ、今光った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 、確実に光った。コインロッカーの鍵拾う、はい。劇場南コインロッカーと書かれてる、どうやらそこの鍵らしい。あとで行ってみましょう、忘れなければ。なんかいいもん手に入るのかな。遠いな。ここだっけ、ここの通りだっけ。あった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 。えい、めっちゃ集まるなコインロッカーの鍵。到着。それがあんたの息子か、キリュウ。 お前いつからそこに。いい女だな、趣味のいいガキだ。まあ悪かねえ、どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ、今日は無駄足だったな。そうか。え、何すればいいの。無視された。花屋を助けてやるか、とりあえずバッティングセンターに向かおう。了解。バッティングセンターへ。旦那じゃないですか。うん、誰だお前。俺ですよ。もしかしてお前田村。お、田村いじる岡田だ。死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああそうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ、完璧に情報でっち上げてくれたんですね。ほんほんほん、うん、おお、なるほどね。そうだよね、別に嘘をつく必要ないよね。うん、あー、なるほどね。はい、はい。いやごめんね、あのね、当たり前のようにカットしようと思ったらこういうなんかイベントが入るとは思わなくてさ。ていうかあれなんだね、サイの花屋は情報を集めるだけじゃなくて流すこともできるんだね。すごいね、本当にその情報という武器を使えるだね、うまいことね。じゃあ今度こそカットかな、カットします。はい、バッティングセンターに行く前にコインロッカーに立ち寄ってみました。開けてみましょう、鍵2つなので1と14だね。開けてみましょう。拳銃？
何に使えるんだろう。戦闘で使えるのかな。プレイヤーの駒わからない。なんでしょうね。おお、すげえ。とりあえず一発撃てるんだ。やべえと思ったら撃とう。使っちゃった。なくなった。なくなっちゃったよ。なくなっちゃったわ。何の効果があるのかも分からずになくなっちゃったわ。とりあえずバッティングセンター近くまで、移動しちゃいます。はい、バッティングセンター近くまで来ました。ストーリー進める前に能力強化していきたいと思います。結構ね、いろんな連中に絡まれて経験値たまりました。これかな、レベル低いの上げていきましょう。よし。バツレンダの入力回数が少なくて済むってやつね、助かります。ドロップキック覚えたいですね、これは。よっしゃ、行きましょう。バッティングセンターに入ればいいのかな。行きましょう。何の真似だ。くそ、教官、逃げろ。うん。一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ。組長に言っとけよ。娘さんは、教官は俺が幸せにしますってな。すげえ普通の名前だ。たかし君か。よし、残念だったな、たかし君。経験値が違うんだよ。くそ、頼む、見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにするよ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。じゃああんた、後部組。違う。訳を話せ。どうなってるんだ。追われてるんだ、俺たち。強化の親父、後部組から。何があった。強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ。デボラってクラブだ、劇場前広場。あんた悪いけどもう行っていいか。ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんずらするつもりだった。んな根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞ、こら。なんだおっさん。行けよ、タカシ。今日はちょうど打とうと思ってたんだ、ひねくれたカーブをな。だと？あんた。行け。すまねえ。おっさん、今さら謝っても遅えぞ。おい、一つ貸しとくからな。やばい、ひねくれたカーブをな、惚れそうになった俺。かっこいい、ひねくれたカーブをな。バット持ってないのかよ、これね。敵大人数じゃね。
リーダー強いね。ここら辺武器じゃないのかい。リーダー強いね。バットで倒したいよ。カキン、あ、当たんねえや。くそ、ひねくれたカーブ打ちてえよ。だけどね、もうね、リーダー弱点分かってんだよ俺。残念ながら君はね、掴み攻撃非常に弱いってことは分かってるんだよ。ただ問題は俺がひねくれたカーブを打てるかどうかなんだよね。パンチ、もう一発いこう。ひねくれたカーブをな、すげえかっこいいな。誰かに言いてえな。クソが。おい、タカシのことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。筋もんが網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前広場だ。手間のかかるガキだ。デボラへ。もうちょっとやろうかな。もうちょっとやります。進めます。もう場所は近いですね。ちょっと回復していきましょうか。なんかとりあえず香水装備しといたわ。よし行きましょう。ひねくれたカーブをな、すげえかっこよくない。ひねくれたカーブをな、やばいわ、本当にやばい。めっちゃかっこいい。すぐ影響されちゃうから俺こういうのに。やべえ、なんかひねくれたカーブが追いかけてきたわ。デボラ、あれちょっと違うかな。で、あ、デボラ左上に書いてあるね。デボラ行きましょう。妖艶な店ですね。マップ上がらない。はい、水木って女どこにいるんだろう。すげえブスなんだと。水木、まあ今は水木じゃない、はい、なんだ貴様。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力づく。高志はどうする気。お嬢をたぶらかしたからです。きっちり落とし前つけさせていただきます。そんな、違うの、私が一人でお金持ち出したんだから。高志は関係ない。お嬢、違いが。お嬢はそう仕向けられたんです。今日か、下がってる。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても強化を守るって。待てこら、あんた。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ。一個、そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねえからな。やかましい。何ぞらせんじゃボケ。大した根性だ、この人数は。くそ、離せ。ちょっと話をしてやれ。ヘリ、うーし、ひねくれたカーブ打ちますよ。落とし前つけてもらうぜ。かかってこ
高橋君手伝ってもいいんだよ。テーブルがすげえ役に立たなかった。これはね、これはね、回復しとかないとね、まずい、まずいやつだわ。強いわ。ユニケル。いきますか。ピストル撃っちゃいますか。狙いをね、しっかり定めないと。待って。一発しか撃てないんだからな。一発しか撃てないんだから。ちょっと待って。どうやって打つんだ三角か。あ、弱え。逃がすんじゃねえぞ。貴様が武器を持つのと俺も持つわ。地獄見したるわ。だって地獄にしたろよ。ただじゃ返さんで。よし、なんとかなったぜ。強いね。あれで強いわ。高橋。あ？取った金は置いてけ。ズーズーしすぎる。分かったよ。ダメよ。お金もなくてこれからどうするの？でもよ。クソガキ。てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、あげくなメールで組み抜けるってか。あ？黙りなさい。いいよ、高橋。もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。ならなんでお父さんは来ないの？それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっと一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。たかし、よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？京香、私は生まれついての極道だ。え？中身教えてくんないの？私は生まれついての極道だ。何十人もの部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい？ああ、そのモニター、
にじんじまって見れてもんじゃねえ。こいつは。あんた、ヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父。俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。とりあえず花屋にオンでも売りに行くか。なるほど。いきなりここまで来ちゃったよ。やめようかと思ってたんだけどな。進めちゃいますか。ちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、進めちゃいます。やっほーい。ああそうだ、そういえばたかしの連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。なんて読むの。なんちゃらの子たち、お船、三船の子たち、手に入れた。強化って女の親父さんか。俺にくれるのか。だろう。はい。闘技場とちょっとしたカジノ。カジノいいですね。お、行ってみる。やりましたよ。はい。よし、じゃあ今回はここでやめようかなと思います。何分ぐらいになるのかな。実際に撮ってる動画の時間で言えばね、50分ぐらい。うん。でそこからね、どんぐらいカットするか分かんないんやけど、30分ぐらいで収まってればいいな、と思うけどね、ちょっと長いよね。はい、ということで今回はここでやめようかなと思います。はい、カジノ行きたいね。カジノ行きたいです。カジノで遊びたい。はい、じゃあ今回はここで終わります。バイバイ。